薩摩剣士ハヤト、よかのカノンマ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。南の国鹿児島ではポッケモンと呼ばれるたくさんの精霊たちが人々と共に暮らしていた。山が燃え鳥が舞い雲は流れ波はしぶく剣を心に歩む道、たぎる薩摩の風が吹く、あ薩摩剣士、あ薩摩剣士、鹿児島市は鹿児島県の県庁所在地である。今鹿児島県観光課では県外へ向けた PR 活動の企画会議が行われていた。今回のキャンペーンでは鹿児島の黒文化をテーマにするわけですね。黒麹仕込みの焼酎、黒薩摩鶏、鹿児島黒豚、鹿児島黒牛、黒マグロ、薩摩黒酢、黒砂糖、鹿児島にはいいものがいっぱいありすぎて絞るのが難しいブー。でもプレゼンの時間までにまとめないと。待て待て、鹿児島のプロモーションはグリブーに代わって我が取り仕切って使わすぞよ。今会議中ですので。構わん構わん、苦しゅうない、座っておれ。やっせんぼう、おやっとさー。何がおやっとさじゃ。そんな古臭くてダサい田舎言葉なんぞ使っておるからいかんのじゃ。これからのグローバルな国際化社会に対応できぬぞ。鹿児島弁も大切な鹿児島の文化なんだよ。やゼロシーは。ほらやゼロシーも鹿児島弁だブ。義を言うな。義を言うなも鹿児島弁。ぐんぬんぬん。グリブー、お弁当持ってきたわ。おいらたちも来たぞ。さくら、子供たち。あら、やっせんぼうさん、おやっとさーです。また鹿児島弁。やはりグリブーどもに鹿児島の PR は任せておけぬ。くぐりぎつね衆、出会え出会え。そんなに鹿児島弁が好きならば、県庁職員どもに弱虫の証、やっせんぼうシールをくれてやるのじゃ。弱虫、腰抜けダメなやつ、ひといもひといもみんなやっせ。これで観光プロモーション課長の座は我のものじゃ。会議がめちゃくちゃだむ。何が会議じゃ。鹿児島の黒文化じゃと。そもそも我は黒が大嫌いなんじゃ。それは大事なプレゼンに必要な書類なんだ、返すむ。ほう、ならばそのプレゼントやらで我の魅力を存分にアピールいたすとするかの。くぐりぎつね衆、この目障りな黒文化とやらもチンキャラにしてくれるのじゃ。やめろ。こバカめ、そなたごときが我らにかなうと思うてか。かなわなくてもこれだけは守る。この黒たちは鹿児島の生産者の皆さんが思いを込めて作った鹿児島の痛ましいだ。グリブー、お父さん、えい、さ、よっと、さ、それ、おいしょ。なんじゃ、みんな、野戦棒に渡しちゃダメよ。待て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 、あ、引き止まりよ。もう逃げられんぞ。
ケマドが背負って。みんな危ないわ。お父さんの後ろに下がってなさい。私たちもお父さんが守っている鹿児島を守る。生意気な子豚どもめ。じゃが大事な書類とやらは我の手の中じゃ。悔しかったら取ってみよ。コーンコ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 ン。山が燃え。この声は鳥が舞い。我の嫌いな黒いやつ。波はしぶく。剣を心に歩む道。たぎる薩摩の風が吹く。薩摩剣士隼人。隼人、気張ってね。ジェット。お、ありがとう下げボス。隼人。グリブドン、会議続きで大変じゃっち聞いたで。差し入れに来ただっどん。さくらさんの愛妻弁当があれば大丈夫そうじゃな。まあ、はやとさんたら。てれるぶって、それどころじゃないよ。野戦坊が大事な書類を。薩摩剣士はやと、邪魔立てするなら容赦はせん。グリブドン、書類はおいに任せてくやんせ。おまんさは会議の続きを。わかった、ありがとう。ならばグーグリギツネシュかかれ。コンコンコン。無人剣十字丸。今じゃ、ここまでおいで。えい。コンコン。手当たり村へ逃げ込むのじゃ。こっちじゃ、こっちじゃ。てら、たー、こん、こん。はやと、黒麹仕込みの芋焼酎よ。いただきます。うん、うん、うん、うまか。たぎってきたど。ありがとう下げました。気張れ。ヤッセン坊に奪われたグリブーの重要書類を取り戻せ。次回、薩摩剣士隼人、うんまかかごま黒三昧後編。たぎる薩摩の風が吹く。勝負じゃ隼人。よかど隼人アタック。ヤッセンボンバードーン。
やっせんウィング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 ヒュードーン、ハヤトジェットハヤト、ツンツンも夢中になる薩摩剣士ハヤトポッケモンぬいぐるみシリーズ好評発売中。ハヤトパンチ、やっせんキック、ハヤトパンチ、ハヤトビーム、ビビビビビビビー、やられた。お求めは薩摩剣士ハヤトオフィシャルウェブショップポッケモンランドへ。ツンツンチャレンジ、今日は逆上がり、逆上がりっと余裕だよね。今日はいけそうな気がする。よいしょ、うわあダメだ。よし、もう一回いくぞ。えい、サッカーあがりー、やった、さすが僕、ツンツンチャレンジできた。ポッケモンがどこに隠れているかわかるかな？君はポッケモンを見つけられたかな？財宝樽水第一工場で無菌充填される3万年前の水、天然アルカリ温泉水財宝は地下1000メートルの深さから湧き出る、まさに命を育む自然の恵み。天然のミネラル成分も含んでおり、軟水ですのでとってもまろやかで飲みやすく、毎日飲むのに適した健康的な天然ミネラルウォーターです。いただきます。うまか。そして財宝には温泉水の他にも自社農場で栽培したアセロラやユズを使った飲料やスキンケア商品、入浴剤、焼酎などなど、たくさんの商品があります。詳しくはお電話かホームページをご覧ください。マイネームイズ薩摩剣士ハヤト。 This is a 剣。あら、英語のお勉強。カゴマの魂を世界に伝えていくためには英語がでけんとな。それじゃあ今日は世界に認められたこの焼酎、田園金ラベル、ロックでどうぞ。おお、
この金色の輝き、ウイスキーにも使われるオークダルをゆりかごにゆっくりと熟成された証。いただきます。世界中で愛されるクラシック音楽を共に歌に育つ音楽仕込みが、長期貯蔵が生み出す豊かな味わいに品格という今までにない個性を与える。聞こえてくるようじゃ世界のメロディーが。今日の魚はキビナゴをどうぞ。おお、炭火焼きで薩摩仙台の新鮮なキビナゴに粗塩ちょっちゅうにかけて、表面が白くカリッと焼ければ香ばしか香りが老いの花をくすぐって。いただきます。このサクッと軽い食感と口の中に広がる旨味、そしてこの余韻を残しつつ田園切りラベルを一口、この喜びを世界に叫びたか。ハヤトさん、私が英語を教えてあげましょうか。おお、お前さん英語ができたな。 Please repeat after me. I love youI love you. それじゃ鹿児島弁ですがね。 I love you. I love you. おーやだー、早田さんたら、なんか熱くなっちゃった。私もいっぱいいただきますからね。わー、おいしい。どうした？冬はうんまか。 I love you。 よかったかごま、胸に輝く薩摩の印、きらめく薩摩の黒鋼、ハヤトのボディは無敵の鎧、今こそ君も身にまとえ。なりきり T シャツ、丸十字紋赤い唐辛子、黒鋼道具足、そしてチャンバラ無人剣囚人丸、なりきり手袋、経典愛人剣、なりきりシリーズで君も今日から薩摩剣士ハヤトだ。オフィシャルウェブショップで好評発売中。ヤッセン商会がお送りするヨカドネットカゴマ。ヤッセン商会の収益は薩摩天使ハヤトと戦う軍資金に使わせていただきます。おいも負けように気張ってまいります。ヤッセンボード、今日の商品はないな。商品ナンバー1番、田園酒造株式会社より田園金ラベル。クラシック音楽が焼酎にまろやかさと品格を宿す音楽仕込み、オークダルでの熟成が実現した美しい金色の輝き、蒸気熟成が生み出す豊かな味わい、抽選で5名様にプレゼントいたします。商品ナンバー2番、高山長屋ソーイング株式会社より、綿 100% 形状安定の生地に大島紬をあしらい、ボタンには同じく奄美大島産の豆貝を使った贈答にも喜ばれる鹿児島シャツ、3名様にプレゼントいたします。商品ナンバー3番、肉の名門島田屋より、鹿児島黒牛黒豚カレー。お肉屋さんが厳選した鹿児島産の黒牛黒豚を贅沢に使用したスパイシーな本格カレー、2個セットで3名様にプレゼントいたします。商品ナンバー4番、2015鹿児島の新特産品コンクール工芸生活用品部門で鹿児島市長賞を獲得した大島紬のクラフトショップポンジーより、大島紬ペン、大島紬をまとったおしゃれなボデー、抽選で各1本ずつ10名様にプレゼントいたします。ご希望の商品を書いて番組ホームページからお申し込みください。送料はヨカドネットカゴマが負担いたします。このチャンスをお見逃しなく。来週もビッグヤンセ
おやっとさ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。